いや本当嬉しいな。佐々木くん誕生日だということで駆けつけたよ。わチーズさんだ。どうもチーズボーイです、トローリー。あートローリー、ありがとうございます。佐々木くんが熟成した年、38歳になったということで、今日はプレゼント持ってきましたよ。いやマジなんだろう、なんだろう、これですね。そっちじゃない、そっちじゃない。逆逆逆、あ逆ですね。持ってますね、佐々木くん。こっちで知ってません。こっちですよ、佐々木くん。ちょっとよかったらね、佐々木くんはね、もともとミートボールボーイというキャラをやってたと聞いたんだけど、ちょっとミートボールのね、かぶり物はなかったんだけど、もしよかったら、肉つながりのかぶり物はあったんだよね。なんだろうこれ、なんだろう、ちょっとね、つけてみていただいたら。ミートボーイ。38歳にしてボーイ。そこずっとかぶり物がないって言ってたんで、なんかあったらあれ原神肉の骨付き肉、これでやってる、これで営業、はい、営業とかもあります。YouTube 配信とかして、してね、まあ、あじゃあもう見てる、もう企業の方とか、ご覧の方に、やってください。よろしくお願いします。佐々木さんによろしくお願いします。ちなみにチーズボーイは19歳なんですよ。なぜかって19歳、19歳、19歳、熟成、熟成、熟成、